数学と語学、寺田虎彦。ある入学試験の成績表について数学の点数と語学の点数のコーレレーションを調べてみたことがあった。各受験者のこの2学科の点数を XY として図面にプロットしてみると、もちろん点はかなり規則に散布する。しかし大体から言えば、やはり X イコール Y で表される直線の近くに点の密度が多いように見えた。もっとも中には XY のいずれか一方が100点に近くて、他の一方の数値が小さいような例もあるにはあったが、体制から見れば両者の間には統計的相関があると言っても大して不都合はなかったように記憶している。これは極めて当たり前のようにも思われる。結局頭の良い者は両方の点がいいということが最も多くプロバブルであると言ってしまえばそれだけである。プロバブル。しかしもしやこの2つの学科がこれを習得するに要する頭脳の働き方の上で本質的に互いに共通な因子を持っているようなことはないか、これは一つの問題になる。ちょっと考えると、数学は純粋な論理の系統であり、語学は偶然なものの偶然な寄り集まりのように見える。前者には機械的な記憶などは全然不要であり、後者には法則も何もなく、ただ無条件に飲み込みさえすれば良いように思われるかもしれないが、事実は言うまでもなくそう簡単ではない。数学も実はやはり一種の語学のようなものである。いろいろなベグリフがいろいろな記号符号で表され、それが一種の文法に従って配列されると、それが数理の国の人々の話す文句となり、綴る文章となる。もちろんその言語の内容は我々日常の言語のそれとはだいぶ毛色の違ったものである。しかし幾十百億年後の人間の言語が全部数学式の連続に似たものになりはしないかという空想をほんの少しばかりデベロップして考えてみると、この比喩が必ずしも不当でないことがわかるかと思う。言語は我々の話をするための道具であるが、またむしろ考えるための道具である。言語なしに考えることはできそうもない。動物心理学者は何と教えるか知らないが、私には牛馬やトンビカラスがものを考えるとは想像できない。考えの式を組み立てるための記号を持たないと思われるからである。ろう話者には音響の言語はないが、これに代わるべき動作の言語がちゃんと備わっているのである。数学では最初に若干の公理前提を置いて、あとは論理に従って前提の中に含まれているものを分析し、分析したものを組み立てていくのであるが、我々の言語によって考えを運んでいく過程もかなりこれと似たところがある。もちろん数学の公理や論理は極めて
簡単明瞭であり、使用される概念も明確に制定されているに反して、言語による思考の場合では、これらのすべてのものが複雑に多義的であるから、一見同様な前提から多種多様な結論が生まれ出るように見える。しかし実際の場合に前提の数が非常に多いから、全く同一な前提群から出発するということは実はありえないのである。それでも二人の人間が長く共同的に生活している場合には、二人の考え方が似てくる。親しい友達同士で道を歩いていると、二人が同時に同じことを考えることがある。縁側で日向ぼっこをしている2匹の猫がどうかすると全く同じ挙動をすると同じかもしれない。してみると人間の考え方にも一定の公式のようなものがあるかもしれない。その公式からひどく離れると、バカか気違いか天才になるのかもしれない。こんな空想はどうでもよいことにして、平凡な実際問題として見た時にも、数学の学習と語学の学習とは方法の上でかなり似通った要訣があるようである。語学を習得するに、まず単語を覚え、文法を覚えなければならない。しかしただそれを一通り理解し暗記しただけでは、自分で話すこともできなければ文章も書けない。長い修練によってそれをすっかり体得した上で、初めて自分自身の考えを運ぶ道具にすることができる。数学でもただ教科書や講義のノートにある事柄を全部理解しただけでは、なかなか自分のようには立たない。やはりいろいろな符号の意味をすっかり徹底的に飲み込むことはもちろん、またいろいろな公式をかなりの程度まで暗記して、一度我が物にしてしまわなければ実際の計算は困難である。それで語学も数学もその習得は一気呵成にはできない。平たく言えば、飽きずに急がずに長く時間をかけることが少なくとも必要条件の一つである。ただしこれだけでは十分なる条件ではない。いくら単語をたくさん覚え文法をそらんじても良い文章は書けないと同様に、いくら数学に習熟してもそれで立派なオリジナルな論文が書けるとは限らない。これは言うまでもないことである。数学が一種の国語であるとしても、それは極めて特別な国語であることには間違いない。少なくとも高等数学となると、一般世人にはあまり用のないこと、あたかもサンスクリットやヘブライのようなものである。用がないから習わない、習わないから大層難しく恐ろしく近づきがたいもののように思われ、したがってそれに熟達した人が大層偉いものに見え、それで綴られた文章が大層ありがたいもののように見えてくる。読んでみると実はたわいのないようなくだらないものであっても、
尊いお経のように思われるかもしれない。そういう傾向は確かにある。文典の巻末にある作文や翻訳の例題と同格な応用数学的論文もなくはない。しかもハインリヒ・ハックマン、中国における文字と文化の関係1928を読んでみた。シナ人があまり漢字を大事に育て上げたためにシナの文化が進展しなかったというようなことが面白く論じてある。現代の物理的科学は確かに数学の応用のおかげで異常の進歩を遂げた。このことには疑いもないが、その結果として数学にかからない自然現象は見て見ぬふりをしたり、無理に数学にかけうるように自然をねじ曲げるような傾向を生じてくる。この変異が講じるとかえって科学の本年の進展を阻害しはしないか。あらゆる自然科学は結局奇才の学問である。数学的解析は実にその数学的奇才に使われる最も便利な国語である。しかしこの言語では記載されなくても他の言語で記載さるべき興味ある有益なる現象は数限りもなくある。あまり道具を尊重しすぎて本年の目的を忘れるのはありがちなことであるから、これもよく考えてみなければならない。ついでながら、先日ある日本語の上手な漢字も自由に書けるドイツ人から聞いた話によると、漢字を学ぶ唯一の方法はただ暇さえあればそれらの文字とにらめくらをすることだと言っていた。なるほど、あの根気のいいドイツ人に日本語のうまい、そして文字までも書くことのできる人の多いわけだと思った。もしかするとドイツ人が一体に数理的科学に乗じているように見えるのはやはり同じ根気の良さ、必要さに起因しているのではないかという疑いが起こった。そう考えてみるとドイツ人の論文の中に少なくも稀には愚にもつかない空虚な考えをいかめしい数式で武装したようなのもある。そのわけが読めるような気がした。しかし何といってもあらゆる言語のうちで数学の言語のように一度捕まえた糸口をどこまでもどこまでも離さないで思考の筋道を続けうる言語はない。普通の言語はあるところまでは続いていても、犬に追われたウサギの足跡のように時々連絡が怪しくなる。思うにこれは普通の言語の発達が未だ幼稚なせいかもしれない。ギリシャ哲学世紀の言語に比べて20世紀の思想界の言語はこういう意味ではほんの少ししか進歩していないかもしれない。しかし現在よりもっと進歩しえないという理由は考えられない。人間の思考の運びを数学の計算の運びのように間違いなくしうるようにできるものかどうかは分かりかねる。しかし少なくともそれに近づくように我々の言語
というか、あるいはむしろ思考の方式を発育させることはできるかもしれない。もっともそうなる方がいいかならない方がいいか、これはまたもちろん別問題である。私が数学と語学という題でこの原稿を書き始めた時は、こういう難しい問題にかかり合う考えはなかった。ただ語学が好きで数学の嫌いな学生諸君と、数学が好きで語学が嫌いな学生諸君とに、その好きなものと嫌いなものとに存外共通な要素のあることを思い出させ、その好きなものに対する方法を利用して、その嫌いなものを征服する道程を暗示したいと考えたまでであった。それがやはりウサギの足跡的に意外な方面を飛び歩いて、結局こんなものが書き上がってしまった。これはやはり人間というより、むしろ私の言語の不完全のせいだとして、読者の寛容を祈ることとする。天才は忘れた頃にやってくるわ、寺田トロヒコの。今、紹介いただきました木内です。この土曜講話会で話してほしいと清水さんから依頼があった時に、何を話しましょうかというので、言われました。疑似科学入門とか、科学と人間の不協和音とか、いろんな、本を書いてきましたので、そういうのを含めて、何でもどうぞと言ってたんですが、ちょうど、今年の9月1日が関東大震災の90周年であるという、そういうことを、これ気がついたというのが、実は NHK の BS の人から言われたんですが、まさに、2011年 の、 東北大震災の記憶が新しいところに、90周年ということで、これこそ忘れた頃にという、本当に天才を忘れた頃にやってくるという、ただトライコが行ったということになっているんですが、どこにも書いてないんですが、それに類似したことは、それでトライコの話をしようというので、ちょっと今日はトライコの、三大話風で、最後にその防災用のところに持っていきたいと思っているんですが、いずれにしても関東大震災90周年の、ある意味では節目で、私たちも、今、東京で、あれ東京近辺、横浜もそうですが、私たちのいる葉山では、こういう地震の、直撃を受ける可能性はあるわけです。関東地震はマグニチュード 7.9 で、マグニチュードの地震はあんまり
大きくはないわけですね。まあ、神戸が 7.6 ぐらいで、この東北大震災、東北の地震は 9.0 でしたから、マグニチュード地震はあまり大きくなかったんですが、直下型、都会の直下型ということで、非常に多数の死者が出て、行方不明者が出て、被害者体が多数出て、まあいろいろな事件が起こって、まあ、朝鮮人虐殺とか、大杉栄とか、伊藤内とかの人が、殺害された天ヶ瀬事件ですね、というような、まあ、そういうようなこと、まあ、いろんなことが起こったわけですが、まあ、それを、まあ、もう一度、見直してみようということで、NHK の BS 歴史館というのが関東大震災でやるそうでありまして、今度出てくれと言われましたので、まだこれから録画を段階なんですが、9月5日 の BS でやるそうです。でこの時に実は関東大震災の直前に今村明恒という地震学者と大森久喜という地震学者、その2人が全く異なった見解を示したということで有名なんですね。で今村キツネは地震は60年ぐらいの周期で、起こるものだということで、それ以前は1854年だったと思いますが、安政の地震って、でそれでまあ60年ぐらい経ってそろそろ地震が起こるぞということを彼は言ったわけです。で、まあ、警告をしようとしたんですね。でそれに対して、まあ、今村明恒の助教授で大森久喜が教授の、で大森先生の偉い先生ですが、大森先生はそれをやめさせようとしたんですね。でパニックになるかもしれない、人々が、まあ、それを聞いただけで恐れ驚いて、大変な事件になるかもしれないということで、やめさせようとしたという。でその後実は現実に地震が起こりますよね。で今村吉也は、まあ、地震を、まあ、予知したということで一躍、まあ、有名になるんですが、まあ、その後、まあ果たして どちらの態度が正しかったのかということを含めて、ね、地震予知の問題が、まあ、一応議論になりました。で寺田寅彦は地震は予報できないということを、まあ、それ以前からはっきりと言っておりました。まあ今村のも、まあ、たまたま語ったりするね、という、まあ、そういうことも含めてこの3人の地震学者の態度をこういろいろ現代から見直してみてどうなのかねということをちょっと話し合おうという、まあ、そういう番組をこれから作るところなんですが、まあ、始めたのは60年頃ではないかと思いますが、まあ、全然言いますね。というようなことで、まあ、ちょっと、トライコがいろいろ言ったことを顧みながら、まあ、少しは現代に生きるというのか、現代の我々を見直す、まあ一つの材料になるのではないかと思ってお話しした次第になります。はい、じゃあどうもありがとうございました。なんで急に見ようとしたの？寺田寅彦。なんで急に？思いついた。
龍電飛郎、寺田虎彦。長い管の中へ水素と酸素等を適当な割合に混合したものを入れておく。そうしてその管の一端に近いところで小さな電気の火花をガスの中で飛ばせる。するとその火花のところで始まった燃焼が次へ次へと伝播していく。電波の速度が急激に増加し、ついにいわゆる爆発の波となって驚くべき速度で進行していく。これはよく知られたことである。ところが水素の混合の割合があまり少なすぎるか、あるいは多すぎると、たとえ火花を飛ばせても燃焼が起こらない。もっとも火花のすぐそばでは火花のために化学作用が起こるが、そういう作用が四方へ伝播しないでそこ限りで済んでしまう。流言飛語の電波の状況には電気の燃焼の電波の状況と形式の上から見て幾分か類似した点がある。最初の火花に相当する流言の源がなければ流言飛語は成立しないことはもちろんであるが、もしもそれを次へ次へと受け継ぎ取り継ぐべき媒質が存在しなければ電波は起こらない。したがっていわゆる流言が流言として成立し得ないで、その場限りに立ち消えになってしまうことも明白である。それでもしある機会に東京市中にある流言飛語の現象が行われたとすれば、その責任の少なくとも半分は市民自身が負わなければならない。ことによるとその9割以上も負わなければならないかもしれない。なんとならばある特別な機会には流言の源となりうるべき小さな花火が恋にも偶然にも至るところに発生するということはほとんど必然な不可抗的な自然現象であるとも考えられるから。そしてそういう場合にもし市民自身が電波の媒質とならなければ流言は決して有効に成立し得ないのです。今夜の3時に大地震があるという流言を発したものがあったと仮定する。もしもその町内の親父株の人の例えば3割でもがそんな精密な地震予知の不可能だという現在の事実を確実に知っていたなら、そのような流言の卵は帰らないで腐ってしまうだろう。これに反してもしそういう流言が有効に伝播したとしたらどうだろう。それはこのような明白な事実を確実に知っている人がいかに少数であるかということを示す証拠と見られても仕方がない。大地震、大火事の最中に暴徒が起こって東京中の井戸に毒薬を投じ、主要な建物に爆弾を投じつつあるという流言が放たれたとする。その場合に市民の大多数が仮に次のようなことを考えてみたとしたらどうだろう。例えば市中の井戸の1割に毒薬を投じると仮定する。そうしてその井戸水を一人の人間が
一度飲んだ時にその人を殺すか広い目に合わせるに十分なだけの濃度にその毒薬を混じるとする。そうした時に果たしてどれだけの原料の毒薬を利用するだろうか。この問題に的確で答えるためにはもちろんまず毒薬の種類を仮定した上でその極量を推定し、また一人が一日に飲む水の量や井戸水の平均全量やシチューの井戸の総数やそういうものの概略な数値を知らなければならない。しかしいわゆる科学的常識というものから来る漠然とした概念的の推算をしてみただけでもそれがいかに多大な分量を要するだろうかという想像ぐらいはつくだろうと思われる。いずれにしてもボートは地震前からかなり大きな毒薬のストックを持っていたと考えなければならない。そういうことはありえないことではないかもしれないが少しおかしいことである。仮にそれだけの用意があったと仮定したところでそれから先がなかなか大変である。何百人あるいは何千人のボートにいちいち部署を定めて毒薬を渡して各方面に派遣しなければならない。これがなかなか時間を要する仕事である。さてそれができたとする。そうして一人一人に授けられた缶を背負って出かけた上で自分の受け持ち方面の井戸の在処を探して歩かなければならない。井戸を見つけてそれから人の見ない機械を狙っていよいよ投下する。しかし有効にやるためにはおおよその井戸水の分量を見積もってその上で豆乳の分量を加減しなければならない。そうしてそれを投入した上でよく溶解し混和するようにかき混ぜなければならない。考えてみるとこれはなかなか大変な仕事である。こんなことを考えてみれば毒薬の流言を全然信じないとまではいかなくとも少なくともめいめいの自宅の井戸についての恐ろしさはいくらか減じはしないだろうか。爆弾の話にしても同様である。市中のめぼしい建物に片っ端から投げ込んで歩くために必要な爆弾の数量や人手を考えてみたら少なくも山手の貧しい屋敷町の人々の軒並みに破裂死でもするような過度の恐慌を引き起こさなくても済むことである。もっとも非常な天才などの場合にそんな気楽な村残業などをやる余裕があるものではないと言われるかもしれない。それはそうかもしれない。そうだとすればそれはその市民に本当の意味での生きた科学的常識が欠乏しているということを示すものではあるまいか。科学的常識というのは何も天皇制の距離を暗記していたりビタミンのいろいろな種類を心得ていたりするだけではないだろうと。もう少し手近なところに生きて働くべき判断の標準になるべきものでなければなるまいと。もちろん常識の判断は当てにはならないことが多い。科学的常識はなおさらである。しかし
適当な科学的常識はことに臨んで我々に科学的な精察の機会と余裕を与える。そういう精察の行われるところにはいわゆる流言飛語のごときものは著しくその熱度と伝播能力を弱められなければならない。たとえ精察の結果が誤っていてそのために流言が実現されるようなことがあっても少なくも文化的市民としての甚だしい恥辱を晒すことなくて済みはしないかと思われるのである。小泉八雲飛行が本妖魔芝寺田虎彦。14年前に小泉八雲の小編集心を読んだことがある。その中で今日まで一番深い印象の残っているのはこの書の付録として巻末に加えられた3つの民謡のうちのボブリハンガーのバラードであった。日本人の中の特殊な一群の民族によっていつからとも知れず歌い伝えられたこの物語にはそれ自身にすでにどことなくエキゾチックな雰囲気がつきまとっているのであるが、それがこの一風変わった西洋詩人の筆に映し出されたのを読んでみると実に不思議な夢の国の現像を呼び出すインカンテーション、呪文ででもあるように思われてくる。物語の背景は現に我々の住むこの日本のようであるが、またどこかしら日本を遠く離れた、しかし日本とは切っても切れない深い因縁でつながれた未知の国土であるような気もする。そうかと思うとどこかまたイギリスのノーザンバーランド編の偏僻な片田舎の森や沼の間に生まれた夢物語であるような気もするのである。それからずっと後に同じ著者の怪談を読んだ時もこれと全く同じような印象を受けたのであった。今度大山書店から出版された妖魔芝の紹介を頼まれて、さて何か書こうとする時に第一に思い出すのはこの前述の不思議な印象である。したがって眼前の妖魔芝が私に呼びかける呼び声もまたやはりこの漠然とした不思議な印象の霧の中から響いてくるのは自然の宿命である。八雲氏の夫人が古本屋から掘り出してきたという教科百物語の中から
気に入った48首を英訳したのがゴブリンポエトリーという題で、期間の著書中に再録されている。それの草稿が遺族の手元にそのままに保存されていたのを、同志没後満30年の今日記念のためにという心持ちで、そっくりそれを複製して、それに原文のテキストと並行した小泉和夫氏の法文解説を加え、さらに想定の意象を凝らして、極めて異彩ある限定版として刊行したものだそうである。なんといってもこの本で一番面白いものはやはりこの原稿の複製写真である。オリジナルは児童用の粗末なわら紙ノートブックに、当時丸善で売っていた舶来の青黒インキで書いたものだそうであるが、それが変色してセピアがかった墨色になっている。その原稿と色や感じのよく似た眼皮鳥の子紙に印刷したものを一枚一枚左側ページに添付して、その下に法文解説があり、反対の右側ページには英文テキストが印刷してある。書物の大きさは 32×43.5cm で、用紙は一枚付きの純白の鳥の子らしい。表紙は八雲氏が愛用していた布団地から取ったものだそうで、紺地に白く石灯籠と萩と彼岸の絵をかすり染めで散らした中に、大型の命がすりが白く際立って織り出されている。これもいかにも八雲氏の熱愛した固有日本の夢を象徴するもののように見えて面白い。このような布団地は今日ではもう多分デパートはもちろんどこの呉服屋にも見つからないであろう。それをわざわざ調整したのだそうである。大山書店主人の並々ならぬ熱心な努力がこれらの想定にも現れているようである。この異彩ある陳書は著者、解説者、想定意象者、製紙工、染色工、印刷工、製本工の共同制作によって出来上がった一つの総合芸術品としても愛書家の秘蔵に値するものであろう。ただ英文活字に若干遺憾の点があるが、これもある意味ではこうした限定版の歴史的な目印になってかえって面白いかもしれないのである。複製原稿で最も面白いと思うのは、思考の脇に書き添えられたいろいろの化け物のスケッチであろう。それが実にうまい絵である。そうしてそれはやはり日本の化け物のようでもあるが、その中のあるもの、例えばフルツバキや雪女や離婚病の絵には、どこかに西洋の妖精らしい面影が彷彿と浮かんでいる。著者の商品集階段の中にも出てくる六六尾というものは、よほど特別に八雲氏の幻想に訴えるものが多かったと見えて、この集中にもそれの素描の3つのバリエーションが載せられている。その一つは婦人、もう一つは当時の歌妃の顔を写したものだそうである。前者の口からカタカナでケタケタという妖魔の笑い声が飛び出した形に書き添えてあるのが特別の興味を引く。その他にも例えば雪女郎の絵のあるページの片隅に松を織りひしぐと記したり、また平家神の絵の横に影のごとくつきまたうと書いて、後でまたうの他を消してとに訂正してあったりするのをしみじみ見ていると、当時における八雲氏の家庭生活とか日常の心境とかいうものの一面がありありと想像されるような気がしてくるのである。おそらく夕飯後の静かな時間などに夫人を相手にいろいろなことを質問したりして、その覚書のようなつもりで紙片の端に書き留めたのではないかという想像が起こってくる。船幽霊の歌の上に黒猫が書いてあったり、
離婚病のところに奇妙な画の絵が添えてあったりするのも、この詩人の西洋的な空想と連想の動きの福音を伺わせるもののようである。和夫氏の解説も職業軍人臭くない一種の自由さがあって、なかなか面白く読まれる。ヤクム司令塔の筆を染めたという署名大事も極めて有効に本書の遺載を添えるものである。小泉ヤクムという極めて独自な詩人と彼の愛した我が日本の国土とを結びつけた不可思議な連鎖のうちには、おそらく我々日本人には容易に理解しにくいような、あるいは到底思いもつかないような、しかしこの人にとっては極めて必然であったようなところが起こる深い認識があったのではないかと想像される。それを通じて分析し研究する人は、我々ならば未来の日本人にとって極めて興味あり有意義であるのはもちろんであるが、そのような研究に意外な光明を投げるような発見の糸口が、あるいはかえってこうした草稿の断片の中に見出されないとも限らないであろう。例えば階段の中にも現れ、またこの百物語の数々の化け物の中から、特に選び出される光栄を持ったような化け物どもが、どういう種類の化け物であって、そのいかなる点がこの人にアピールしたか、またそれがどういう点で過去数千年の日本民族の精神生活と密接につながっているか、こんなことを考えてみるだけでも、そこにいろいろな真面目な興味ある問題を示唆されるのであるが、その示唆の情報の霊言がこの肉質の草稿から、我々の受ける生々しい実感によって一層著しく強められるであろうと思われるのである。昭和9年10月帝国大学新聞。以上、小泉八雲飛行が本洋馬詩は寺田虎彦でした。ありがとうございました。それっていいの？同じだ。それは親し
数年前に坊やと名付けた牛桶のオス猫が病死してから以来しばらく我が家の縁側に猫というものの姿を見ない月日が流れた。先年犬飼内閣が成立したと同じ日に一羽のローラーカナリアが迷い込んできたのを捕らえて飼っているうち、ある朝ちょっとの不注意で逃がしてしまった。その穴で火の入れ方を比較してみると、そのまま一匹のまっすぐな子猫が座り込んで澄ましてお化粧をしていた。まずに聞いてみると、どこからともなく入り込んできて、そうしてすっかり我慢顔に家中を歩き回っているそうである。それが不思議なことに、死んだ坊やの小さい時とほとんどそっくりで、ただ尻尾が長くて、その尻尾にひじ毛の文様があるだけの相違である。どこかの飼い猫の子が捨てられたか迷ってきたかであるに相違ないが、とにかくそのままに居ついてしまって白と命名された。珍しく多いような猫で、ある日犬に追われて近所の家の塀と塀との間に逃げ込んだまま一日そこにしゃがんでいたのを、やっと探し出して連れてきたこともあった。スマラグド色の目と赤竹色の唇を持つこのオス猫の風貌には、どこかエキゾチックな趣がある。死んだ白猫の母は宅の飼い猫で、白に生地毛の斑点を多分に持っていたが、ことによると前の白猫と今度の白とは父親が同じであるか、ことによると白が坊やの子であるかもしれないと思われた。それについて思い当たるのは、一頃時々宅へ忍び込んでくる猫の中に一匹のアンゴラ種らしい立派な白猫があった。それがもしかすると白の父親か祖父ではないかと思われるのであった。つい近頃になってある新聞にいろいろなペットの話が連載されているうちに、地名の坊家の猫のことが出ていて、その3匹の猫の写真が掲載されていた。そのうちの1匹がどうも前述のいわゆるアンゴラに似ているように思われた。これだけでは何も問題にはならないが、しかしその坊家と同姓の家が宅から二三丁のところにあるから、そこで一つの問題が成り立ったのである。その問題はフォーマル、形式的には刑事探偵がたまには出くわす問題と同じようなものかと思われた。問題を分析すると次のようになる。問題1、宅の近所の A 家は新聞書斎の A 家と同一か。2、同一ならばその家の猫 B と宅の庭で見かけた猫 C と同一か。3、そうだとすれば宅の白猫 D はその B イコール C 猫の血族か。これに対して与えられたデータは、括弧1、 A という名前の一致、ただし近所の A 家に西洋猫がいるかどうかは不明。括弧2、新聞の写真の B 猫と C 猫との照示、ただし記憶だけで他に実証なし。括弧3、 B、C と D との幾分の照示。括弧4、新聞記事によると B 猫が不良で夜遊び昼遊びをして困るという飼い主夫人の証言。これだけである。この括弧1、括弧2、括弧3、括弧4、いずれも当面の問題に対しては実に貧弱なデータで、これだけから何らの確からしい結論も導き出せないことは科学者を待たずとも明白なことである。しかし我々の人情といわゆる常識は、この括弧1、括弧2、括弧3、括弧4から1、2、3を肯定しようとする強い誘惑を醸成する。その後出入りの魚屋の証言によって、近所の A 家にもやはり白い容姿の猫がいるという一つの新しい有力なデータを加えることはできた。しかし東京中で西洋猫を飼っている衛生の人が何人あるか不明であるから、
1の問題はやはり不明である。ただ近所の A 家の猫と宅の猫との血族関係に関しては幾分のプロバビリティができていたわけである。下手の探偵小説にはカッコ1カッコ2カッコ3カッコ4だけから1,2,3 を誘導するようなのがありはしないか。同じような論理の錯誤から実際の刑事事件について無実の罪が成立する恐れが万一ありはしないか。そんなことを考えさせられるのであった。近頃某大官が10年前に600年昔の逆賊を弁護したことがあったために現職を辞するのやむなきに立ち至ったという事件が新聞紙上をにぎわした。なるほど、10年前の孔某が今日の孔某と同一人だということについては確実な証人が無数にある。したがってこの問題と上述の猫の場合とは全く何の関係もない別種類の事柄である。何の関係もないことであるにもかかわらずふとした錯覚で何かしら関係があるような気がしたのは確かに自分の頭のアベレーション、迷惑である。それでこれも不思議な錯覚の一例として後日の参考のためについでに書き添えておくこととする。昭和9年2月大阪毎日新聞。以上、ある探偵事件、寺田虎彦でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。